はいどうもピオキングです。今日もですね一発マリオとトロールコースやっていきますか。で今日の一発マリオ、前々回ぐらいで知ったペテルギウスさんっていう方なんですけど、この方ですね一発マリオ結構出してて、その一つ一つがですねどうやってやるのっていう感じのコースがね結構あるんですよ。なんで一時ねこの方のコース遊んでいこうかなって思うんですけど、まず最初にこのコース、えってなるコース、クリア率はね 77% もあるから、まあ多分だけど一発でクリアできると思うんだよね。ただね丸々がねゴールを邪魔してるんですよ。貫通はできると思うんだけど、どうやって貫通するのか、そしてえってなると思うって書いてたからねいやわけわかんない。これどう、いや下に行けばいいの、丸々に押しつぶされていけばいい感じですか。ここ多分そんな感じでしょ。そんな感じで行ってみよう。いけねこういうバネ系苦手なんだよな。一回走っていってみようか。こういう感じ、よし来た。このまま押しつぶされていける感じでしょめっちゃ面白いねこのコース、こんなのもあるんだ。それじゃあ次のトロールコースなんですけど、この方もですね前々回トロールコースをやった同じ方なんですけど、やっぱりですねこの方トロールを作る方で有名みたいで、リスナーさんがですねゴープンゴープっていうのかな、このシリーズの4番目がめちゃくちゃ面白いですってねコメントがあったんですよ。しかもその方日本人でですねトロールコースを作るのがめちゃくちゃうまい方なんですよ。おそらくですけど言っていいですか、このアボツンさんよりも多分うまいと思うんですよねトロールコース作るの。その方、そんな方がですねこのコースが面白いって言ったら、まあそりゃしなきゃいけないよね早速やっていこう。ここ初見殺しあるよきっと。うわない感じか、っていうか悩ましいね。一旦さ、まあ始めたばっかりだし罠に引っかかってもいい感じでこの10コイン取ってみる。いけるでしょ。あ、本当にいけた感じ、なんか本当にいけた感じだねどうすりゃいいのここ。あ、わかった、もう積んだ感じだね。多分右の土管に入らなきゃいけないんだきっと。だから一旦このまま右に行って、このリフト降りながら右に行く。なんで違うの入れねえじゃねえか。なるほど、バネのところに行けってか。わかりました。なんでここ一旦右行った瞬間すぐ左、そう、そしてこのバネに乗って右で、こっちの土管に入る。なんでこっちも違うのよなあテレサ、テレサ来てよここでバネを出しておいて、さらによ、さらにここでテレサも出しておく。そんですぐ左に行ってこの土管、なんで違うのよだからうわここむずすぎない、みんな見えた、あのこの10コインの隣のあの土管に入れたんですよね。なんで一旦ここ左行くでしょ、そしてもう一回右、そしたらパンブロッカー出てくる。絶対合ってるよかった。でここでいい加減にしろヒッツって書いてたんで、このパワーブロックを叩けばなんかある。なるほど、こっちが正解だね。もうどかんないよいい加減こっちが正解にあってね、ナイス。そしてキノコを取る。あれ今なんか勝手に避けたんだけど、左ボタン押したつもりなかったんだけどね。強制的に左に行く何かが多分飛んできたんかもしんない。なんでここずっと右一本押しておくね。ほら見て、今ちょっと動いたでしょ、多分強制的にやらされたんだよ。わざとじゃないからね、みんな信用してねじゃあここは下であってそうじゃない、下行きます。じゃあここは上行って走っていかない、走っていかんでも大丈夫、足場があるもんだってほら。で、ここも歩いて行っていい、多分このドクロコースター大丈夫だよ。ほーら、それじゃあここは走って抜けよう。で、左側だけジャンプ、うまい。こっち落ちたんじゃないの、あら落ちないね、大丈夫なのかなこっちは、何もしないでも。じゃあジャンプ、うわ何もないね、とりあえずこのドカー入ります。そんでジャンプ、いややめて最近ですねよくこんな話を聞くんですよね。まあコメントとかでもあったんですけど、親子さんとですね一緒の場所で僕の動画を見るとですね怒られるみたいなうるさいって怒られるみたいなねコメントがちょいちょいあるんですよ。いやなんか申し訳ないなって思って、僕の動画最小音量必須だよ。じゃあここのドア入ったら何もしないでいい、大丈夫、そうでしょ。でジャンプ、大丈夫なんで隠しブロックがあんだよそこに、隠さんで見せろ。もうあれだね、
隠さないブロック欲しいね。隠さないブロック欲しいね。じゃあここは隠しブロック出たよね、ここ。はっ、ほら、でここで左、オッケー。うわ、ここは足場ないね。うん、足場がないんで、このボム兵叩いてこの場所に置っとく。そしてアイテムがもらえる。はなあきのこわじゃねえんだよそれじゃあここボム兵を爆発させるでしょ。そして中にキノコが隠されてる。そってすぐ左に行くパターンだね。もう一回キノコがいるパターンか。どうなんだいらんねえ。大丈夫、いらないよね。うん、いらない、いらない。よし、でここでジャンプ。うわ、なんもないのか。一旦オンオフして、もう一回オンオフするね。はい、うわ、入っちゃった。大丈夫。うぜえやろかやられるパターンでしょ。いや、多分合ってた、合ってた。もう一回上ボタンをずっと押しておけば今の扉に入れたはず。鍵を取る音が聞こえたもんね。だからここはすぐね、鍵ドアに入るでしょ。鍵ドアに入ってずっと上押しっぱでいいはず。それで入れるはず、下の鍵ドアに。見ててね。ほーら来た。でもう一回上を失敗する。オッケー、ジャンプ。うわ、待って、まずい。上を死んだ。さて次は上を失敗ですぐジャンプ。オッケー。うわ、ここ怪しすぎない？もうこれ乗るしかないやんね。うわ、なんもないしな。ここ乗ってすぐ左に行く。いや、左左、こっちこっちこっち。いやそれじゃあここはメット出してこの場所に置っておこう。それでいいんでしょ。ナイスで、ここでキノコ取って左と見せかけて下に行こう。それが正解でしょ。やらかしたそろそろ中間取れそうじゃない？この先に中間が待ってくれてると思う。さあここで左に入ってくれ。よし、次は、うわ、見えねえ。どっち、左でよかった、上でかよかったかな、どっちだろう。一旦さ、ここ上に行ってオンオフが変わって左に行くと思うんだよね。なんで一旦このリフトに乗ります。そして何もしない。いや、左、なんでちくわブロックが復活したの今、なんでちくわブロックが出るまで待っていい、そんな感じでしょ。信じるよ、ちくわブロック出てくるでしょ。よし、どこ、危なナイスキラー、あなたのおかげで命拾いしました。で、ここでジャンプして左押しっぱで行こう。左押しっぱで取れるはず。なーにじゃあここ右押しっぱでいいのかな。右押しっぱします。こう、やったこれで中間ゲットだね。長っ、ここまで来るのに結構長いんだよね。何回もやられてるけど。じゃあここはすぐ左に入って戻ります。怖いんで、あの骨魚ダメだ、戻ったらダメだった。だって怖かったもん、あの骨、あの骨に向かっていけってこと。何もしない、じゃあ僕何もしません。オッケー、何もしないでよかったんだね。じゃあここでブロック立ってきます。はい、意味ないね。じゃあここは下からブロック。何、大丈夫、これは合ってんじゃないのねえ。まだチャンスあるんじゃないの、ここ。あ、いけない、どうしよう。これ積んだ感じだね。一旦下降りてすぐジャンプ、これでしょ。合ってる合ってる。でピーの音が鳴り止んでいくみたいな。いや違うね。あー、待って、でかくなっちゃダメだってちっちゃいままだって。50コイン取ったらでかくなるなんて何もんだあ、やべえやべえやべえ。あ、こっちで合ってんじゃないのねえ。合ってた、僕世紀の大発明しました。で、ここでこのまま下に行こっか。下に行くと見せかけて上にすぐ逃げる。あー、やべえやべえここじゃあさ、降りてっていいのかな。いや、ダメ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 。それじゃあこの下に鍵があったね。取れる？いける？あれ？よし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 。そんでもう一回戻ってこの鍵道に入る、そういう感じでしょ。ちょっと気になったんだけど、これ何？コインか。じゃあこの土管入ります。なんで土管入ってんの？違って、土管じゃないんだって。危ねえやられるところやった。あー、びっくりした。じゃあこの鍵道入りますね。そして一旦ここはスネークブロック乗らない。
いや、乗るしかないな。乗ってすぐ行こう。ここはすぐ行っていいと思うんだよね。ジャンプ、逃げる。うまっ、合ってるよね、ここ。そんでオンオフをしてパックンがやられると思うんだよね。行くよ。じゃあここは右押しっぱでいいね。右押しっぱ、それで回避できる。オッケー。うわ、ここは何もしないで一旦上行くね。いや、ここなんか出ると思うんだよね。パウ、いや、ピンポン。てかパウ以外ないよね。じゃあここは右押しっぱする。あー、左押しっぱでいいってこと。そんな感じでしょ。あ、しゃがめばいいのここ。いや、ずるい。それはずるいよ。一回だけ避けてもう何もしない、そんな感じだよね。よし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 、バカめ玉。じゃあ次は下行こう。こっちから出会ってる。あれ、ここはファイヤーボールじゃないとダメなんじゃないの。スーパーボールフラワーだったっけな。あ、やっぱダメだね。これは、なるほど、そこで出てくるのね。うますぎ。うわ。そんじゃここファイヤー取ったらすぐ右下に逃げよう。ここに左、逃げよう。オッケー。よしよしよし、早く中間ちょうだい。ありがてー。待って、この上の部分倒さなきゃいけないみたいな感じじゃないの。ちょっと倒してってみる。なんか鍵とか持ってるパターンじゃないの。あら、まあいっか。あの子はいいや、もう。じゃあこの赤いとこ入っていこう。そんでどこ、これ、あれ、なるほど、 USA もスーパーボールフラワーも取ったらいけないってこと。もう一回戻れるかな。いや、戻れる、優しい、戻れねえ。チビ状態でいけってことだよね、きっと。これで合ってるよね。そしてここでツタに捕まっておいて、大丈夫、何もしないでいいの、何もしないでいい。なんかめっちゃ取れてんだけど、大丈夫なのここねえ。終わった感じじゃないのここ。じゃあここはもうチビ状態ですぐ上の扉に行ったらいい感じかな。ここ、それでいいでしょ。うわっ、なんで入ってないのよ。それじゃあここのドア入って、もう一回ジャンプして履く。なんで履かないの、足もあるやんか。普通にあったし全然気づかんかったね。じゃあこのまま一旦この地下ブロックに入ろう。地下ブロックに入ろう、地下ブロックに入ろう。まずこれなんか追いかけないけんパターンじゃないの。そしてリンクを取る感じでしょ。大丈夫、取れるよ。いや、来たね。そんでリンクを取ってもう一回戻ったらいい感じかな。なんかでもゴール目の前のような気がするんだよね。勝っちゃうじゃねえんだよ。どうせやられるパターンでしょ。どういうことここ。分かった、これ死に耐久だ。今気づいた、これ死に耐久だ。こいつより早く行って潰される的な感じでしょ。ここー、いやー、このちくわブロックのところを一回下を降りて上、なんでパフが出てくるのこの。いや、もう一発で行くよ。もうステーブロックなんて余裕だよ。おりゃー、ここでちくわブロックで、で一旦左か、一旦左って、ここのちくわブロックが復活するの待っておいて、でここで上押しっぱ。あー、完璧すぎ。そんでなんか右ゴールっぽくない、ゴールの予感がすげえプンプンする。タッチブロック、やっぱあると思いました。ここで右にダッシュしていこう。オッケー。そしてこのカメラ吐く、どうしよう、ヒップドロップしていいかな。ヒップドロップするで、おりゃー、いやー。何今の、どうしたいの。あったあったな、ここでヒップドロップしていい、もう一回しよう。そして右に連打すれば大丈夫。ほら、そんでここを蹴って壊す、そして左、いやクラウンに乗らんようにしよう。いや、乗ってしまった、危ねえ。大丈夫、ナイス回避だね。でここで左、こっちで合ってる。よし、オッケーオッケー。絶対もうゴール近いと思うんだけどな。さて次はでかいのとメットになりました。一応このまんま右押したままジャンプしよう。ほら、合ってる合ってる。そんで右でチビになって、ここでなんか出る。うわ、左上の土管なんじゃないの。
一旦このままドア入ってみるね。いや入れねえ、ドア入れん。いや入れた、右ちくわブロックか、ちくわブロックを降りていけばよかったのね。それじゃあここはチビになっておいて、ちくわブロックを降りてすぐ左に入ろうか。はい、オッケー、絶対合ってる。でジャンプ。うわここなんか分かれ道っぽいで、一応右で踏んでいくね。踏みます。いや、やべ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 終わったパターンなんじゃないのここ。どうすりゃいいの、どうやってやられるの。あ、なんか来た。え、キノコ、キノコが来て、バブルが、おせ早く来いよこっちに。なにその遅さ。結局お前かー。それじゃあここはボム兵を着火して何もしない、上隠しブロックが出るからね。そんでツタに登っていけば大丈夫。オッケーオッケー。いや下ブロパいるんだけど、じゃあ一旦降りるね。トゥルトゥルーでここはどうすればいいんだろうね。指輪で下に打つ。うわダメなのか、これはヒップドロップしかない。オッケー、うわひどい。それじゃあここはパワーブロックをヒップドロップした瞬間ジャンプするね。はい、オッケー抜けたよし、もうゴールあっていいよ。なんかやべえの来た、しゃがんでおこう。これは絶対しゃがんでおかなきゃまずいやつでしょ。やった、ゴールじゃねえか。何やってんの何やってんのいやゴールできた。相当焦った最後。え、何に当たったの今、何も当たってないよね。それじゃあ今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。